まるで動物園のようです。イギリスの BBC で報道された日中のマナーを比較する特集が世界中で話題を呼んでいます。皆さんは同じ東アジア圏に属する日本と中国にどのような違いがあると思いますか？人口が約1億2500万人の日本に対し、中国は約14億人もの人口を誇っています。その中には56もの民族があり、ほぼ単一民族国家である日本と違い、多民族国家であることは両国の大きな違いと言えるでしょう。さらに国土面積においては、中国は約960万平方キロメートルで、世界第4位の広大な領土を有しています。一方で日本の国土面積は38万平方キロメートルほどで、中国の約26分の1しかありません。イギリスに拠点を置く BBC の女性記者が、そんな日本と中国の違いについて特集を組むことにしました。実際に両国に赴き、2つの国の違いを克明に報じることにしたのです。そして彼女は驚くべき体験をすることになりました。日本と中国にはどのような違いがあったのでしょうか。今回は日本と中国を訪れたイギリス人記者の取材の模様と、それに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。一目でわかる？日本人と中国人の違い。今回の主役はイギリスの BBC 女性記者であるイヴリンです。彼女はある日、記者仲間が、タイで日本人と中国人のマナーの違いが話題になっている、と言っているのを耳にしました。日本と中国のマナー問題が、どうして関係のないタイで話題になっているの？そう疑問に思ったイヴリンは、次第に両国の違いについて、興味を抱くようになったといいます。そもそも日本と中国は同じアジア圏に属する国、よく似た文化を持つはずの2つの国にそこまで差があるとは思えません。そしてイヴリンはこれを特集にして世界に発信すれば大きな反響を呼ぶのではないかという考えに至りました。そこで彼女はインターネットや書籍などで調べた二次情報よりも実際に現地を訪れて調査をするのがいいと考え、すぐにイギリスを立つことにしたのでした。イヴリンが最初に向かったのは日本。友人の一人が日本旅行をしたことがあったそうで、その友人におすすめの観光地を教えてもらったのです。まず彼女は日本の東京某所にあるとあるホテルのビュッフェを訪れることにしました。どうして彼女がビュッフェを選んだのかといえば、タイで話題になっていたのが、まさにビュッフェでのマナーだったからです。そしてまずイヴリンは、ここでの日本人スタッフの対応に驚かされることになったといいます。その理由は、イギリスと日本の文化間の違いにありました。海外ではチップ制度があり、店員と客はほぼ対等な扱いを受けます。いい接客をすれば相応のチップがもらえるため、店員は丁寧な接客をするのです。逆にチップの支払いを渋るようなお客には適当な態度を取るのが当たり前です。しかし、日本人スタッフはチップを渡さずとも謙虚で親切な対応を彼女に見せたのです。イヴリンはこれが初めての来日で、日本のことはあまり知っていませんでしたが、この日本人スタッフの対応にはかなり驚きを覚えたようです。日本語を一つも話せない私にここまで良くしてくれるなんて。拙い日本語を話すイヴリンに日本人スタッフは英語で対応し、ウェイティングリストに名前を記入して待つように説明してくれたそうです。彼女は何とか言われた通りに名前を書いて順番が回ってくるのを待つことになりました。しかしここで思わぬ場面に遭遇します。なんとこのビュッフェに中国人と思わしき団体が入店してきたのです。そして入ってくるなり、その団体は中国語で店員に何かを申し付けている様子でした。この時、なぜ彼女が中国人だと分かったのかというと、この短い時間でイヴリンは日本人の特徴を少なからず捉えていたからです。
日本人は謙虚でとても真摯な対応をしてくれる。ですがその団体からはそれが一切感じられなかったのです。遠慮なく店の中をずかずかと歩き回り、店員を顎で使うかのような傲慢な態度。中国と日本のマナーの違いを調べに来ていたイブリンは、きっとこの団体は中国人で間違いない、これはちょうどよかったわ、彼らの違いをこの目で見ることができるかもしれない、そう直感したのでした。カオスの中のマナー戦争、日本人 VS 中国人。先ほどイブリンの対応をした日本人スタッフはというと、英語はできるものの中国語は理解できなかったようで戸惑った様子を見せています。しかしお構いなしに中国人は母国語を喋り続けています。そして最終的にはスタッフの制止も聞かずに空いている席に腰を下ろしたのです。そこにはリザーブドと書かれた札が置いてあり、予約席であることは明白でした。それにもかかわらず中国人たちは一向に気にする素振りすら見せません。イブリンはこの様子に驚愕し、言葉を失ったそうです。噂には聞いていたけど、こんなにもひどいものなの？さらに彼女を驚かせる衝撃的な事実が発覚しました。なんとその席は別の中国人観光客が予約していた席だったのです。彼女が注視していると、ちょうど予約していた別の中国人団体客がやってきて、予約席を占有する彼らを見て大声で何かまくしたて始めました。何を言っているのかイブリンは理解できませんでしたが、その中国人たちが公共の場で大喧嘩をしていることは一目瞭然でした。この時イブリンはそのあまりにも大きな声に思わず耳を塞ぎました。彼女は軽い聴覚過敏を持っていたのです。しかし耳を塞いでもなお聞こえてくる中国語の罵声に、次第に彼女は動悸が激しくなり、自分の体が小刻みに震え出したのを感じました。ここで日本人スタッフが止めに入ったことで、ようやく中国人たちは落ち着きを取り戻したようです。予約していなかった団体は、しぶしぶカウンターの方へ引き返してきました。しかしそれからも文句が止まらないのか、彼らはずっと中国語で仲間たちと大声で喋っていて、イブリンは困り果てました。彼女は中国人の体中に響き渡るような大声に不快感を覚えていたのです。聴覚過敏によって不安を感じ、確実に体調に支障をきたしていましたが、イブリンは中国語を話せません。日本語だって拙いのに、どうやって自分の状況を伝えたらいいの？彼女はパニックに陥る寸前でした。必死に耐えていた彼女ですが、次第に我慢の限界が近づいてきて、めまいを覚え始めます。イブリンはまさかビュッフェに来ただけで、自分がこんな状況に陥るとは思ってもいませんでした。だんだんと自身の体調が悪化していくのを感じていた彼女でしたが、その時、声をかけてくれたのは一人の日本人女性でした。その女性は自分と同じくらいの年代に見えます。片言の英語でしたが、彼女がイブリンを心配していることがとてもよく伝わってきました。イブリンはゆっくりと深呼吸をして、なんとか自分が苦しいことを彼女に伝えました。すると何かを察したのか、その日本人女性は慌てて走っていったのです。そして英語が話せるスタッフを連れて戻ってきてくれました。助かったわ。イブリンは体の力が抜け、ほっと安堵のため息をつきました。ジェスチャーも交えつつ、なんとか自分の体調不良を訴えると、スタッフはすぐに彼女を別のところへ案内して、水を渡してくれたそうです。二人に感謝をした彼女は、日本人の温かい心に触れたことで、ようやく落ち着きを取り戻しました。そしてイブリンは、予約をしていた方の中国人観光客の観察を始めることにしたのです。見ると彼らはこんなやり取りをしているようです。おい、この料理はもっとたくさん持ってこい。私はこっちの料理を持ってくるから、あんたは寿司をこの皿いっぱいに入れなさい。もっともっとたくさん取ってきなさい。
中国語なので正確には何を言っているのかは分かりませんでしたが、そのようなことを言っているのはたやすく想像がつきました。イギリス人記者の衝撃体験、中国人マナーに世界が驚愕。すみませんが、他のお客様の迷惑になるので。そのように咎める日本人スタッフでしたが、中国人たちは全く意に介さず、好き放題料理を取り皿に盛っています。しかもスタッフを見て鼻で笑っている人すらいるようです。自分たちは中国人だから英語も日本語もわからない、だからお前たちの注意や指図は一切聞こえない、そんな感情が見て取れました。この光景を見たイブリンは、中国人たちに対してより一層嫌悪感を抱きました。中国人は皿の上に料理を山盛りにして、さらにはテーブルが埋まるまでそれをやめようとはしません。そして団体の子どもたちが大声で騒いでいても、我関せずといったような態度で、大人たちは誰も注意しようとせず大声で喋り続けています。子どもが走り回って他のお客にぶつかっても謝りもしませんでした。再三にわたるスタッフからの注意もすべて無視。まるで動物園のようね。イブリンはそう感じずにはいられなかったと言います。そして彼女は先ほどの団体とほぼ同時に席に通されることになり、着席すると改めて日本人と中国人の行動を比較することにしてみました。日本人は料理を取るときはきちんと並んで少量ずつ様々な料理を取るのに対して、中国人はかなりの頻度で割り込みをしているようでした。さらには後ろに人がいてもお構いなしに料理をかっさらっていくのです。先に入った中国人の団体客はというと、料理を汚く食べ散らかしてそのまま帰ってしまったようです。中国では出された料理はすべて食べず1割ほど残すというマナーがあるそうです。これは食べきれないほど十分に料理を提供してもらい満足だったという気持ちを表しているそうですが、だからってここまで汚くするのは失礼じゃないの？ここは中国じゃなくて日本なのに。彼女はそのような感想を抱いたようです。イブリンは事前に日本の文化をリサーチしていましたが、日本では残さず食べることがマナーであることを知っていました。汚く食べ散らかすのは乳幼児くらいしか許されない行為なのです。イブリンはますます中国人の行動に疑念を抱き、記者仲間から聞いた話やインターネットで調べた情報の上を行く中国人のマナーに絶句しました。そして日本人に習って料理をきれいに食べ終えた彼女は会計を済ませてホテルを後にしました。中国へ行ったら私は精神的に病んでしまうかもしれない。彼女は移動中そのように自分の身を案じたと言います。最初は日本で現地取材をし、中国でも同様に取材をして比較記事を書く予定だったものの、彼女は思いがけず日本で中国人のマナーを思い知らされることになりました。あの団体を見る限り、中国での調査をしなくとも自分がまた大変な目に遭う姿が容易に想像できる。ですがこれも仕事のため途中で予定を変更するわけにはいきません。世界が感じるマナーの差、日中観光客の違い。その翌日、彼女は飛行機の時間まで日本の浅草を観光することにしました。すると目の前の団体が横いっぱいに広がって歩いているのが目に入りました。周りの観光客はとても迷惑そうにしています。彼らが大声で話していた言語が昨日聞いた中国語に似ていたため、イブリンはこの団体も中国人であると断定できたそうです。まったく、こんなところでも人に迷惑をかけるのね。イブリンは呆れつつもあまり気にしないことにしてお土産選びに集中することにしました。とある土産物屋で美しい和陶器を見つけたイブリンは早速それを購入しようと手を伸ばしました。しかしその時、後ろからニュッと出てきた腕が強引にそれを奪ってしまったのです。振り返ると黒髪黒目の中年女性が微笑みながら、
彼女が買おうとしていた陶器を持っていました。私が先に目をつけたのよ。まるでそう言わんばかりの勝ち誇った表情をしています。最初はその女性が日本人かと思ったイブリンでしたが、彼らがこのような野蛮な行為をしないことはすでに知っています。この短期間でイブリンは日本人と中国人の違いをはっきりと見分けられるようになっていたのです。中国人のマナーの悪さが分かりやすすぎるのよ。彼女はせっかく買おうとしていた美しい和陶器を奪われ落胆しました。するとその光景を見ていたのか、なんと見かねた店主が在庫を持ってきてくれたのです。その店主は英語が話せなかったようですが、翻訳アプリを使ってイブリンにこう言いました。まだまだうちの店には素敵なものがたくさんあるから、ぜひ見ていってください。店主のこの行動に彼女はとても感激したそうです。そして無事に気に入ったお土産を購入できたイブリンは今度は中国へ渡りました。しかしそこでは彼女が予想していた通りのことが起こったそうです。中国でも彼女は食べ放題のお店に行くことにしたようですが、これが中国の文化なのか、ほぼ全ての客が日本のビュッフェで見たのと同じような行動をしているのです。もういいわ、わかった、わかったわよ、もううんざりだわ。イブリンはまた体調に支障をきたすのではないかと不安を感じ、食事を終えると観光もほどほどに逃げるように中国を後にしたといいます。そしてイギリスに帰国した彼女は改めて中国と日本の文化やマナーの違いについて調べました。するとこの時面白いものを発見したのです。それは日本人と中国の国民性を比較したネット記事でした。郷に入っては郷に従え、日本にはこのようなことわざがあるようで、日本人は海外に行っても配慮の姿勢を崩さず、その国でのマナーをきちんと守るのだそうです。一方で中国人はプライドが高い人が多い傾向にあり、自分たちの行動に絶対の自信を持っています。そのため他国へ行っても自分たちの常識を当たり前のように振りかざす傾向にあるのだとか。だから日本で見た中国人はあんな態度をとっているのね。彼らはあのような行動をマナー違反だとはみじんも思っていないのです。タイで日本人の行動が称賛されていることにイブリンは改めて納得しました。日本人は国籍や人種を超えて人を思いやることができる民族なのね。だからこそ彼らはどこへ行っても歓迎されて、逆に中国人は敬遠される。そう結論付けたイブリンはすぐさま取材の内容をまとめることにしました。そして彼女は自身が経験したことをもとに番組を構成し、日本と中国のマナーの違いを特集にして全世界に発信したのです。これがきっかけとなり、中国人のマナーの悪さに世界中から共感の声が寄せられることになりました。良くも悪くも中国人のフレンドリーな気質が災いして観光地では嫌がられてしまう。そのような皮肉でこのイブリンが企画した特集は締めくくられたのでした。海外の反応。この話題について海外のネットユーザーからたくさんのコメントが届いていますので、その一部をご紹介します。以前日本に観光に行った時に中国の旗を持った団体を見かけたけど、確かにひどかったな。レジを通さず品物を開けてその場で食べたり、ゴミをそこに置いていったり、お金を払わず出て行こうとして警備員に追いかけられたりね。自分の国に招くなら僕は断然日本人だね。確かに日本人は礼儀正しくて誠実な人が多い印象だけど、アジアの中でこんなにも違いがあるなんて驚いたな。他人からどう見られるかという点を中国人はなぜ意識できないのだろうか。彼らはもう少し日本人を見習うべきだね。私はホテル業界に従事していますが、日本人はとても親切な民族です。日本にはチップ制度がないのに、こちらの国に来ると渡してくれるんです。
あんな風に他国のルールを守れる民族は希少なのかもしれませんね。この話を聞いて、もっと多くの人が中国語を学ぶべきだと思ったね。だって世界には14億人も中国人がいるんだから、そうした方が意思疎通が取りやすいと思わないか？イブリンという女性記者も中国語を学んでいれば、こんな結論には至らなかったはずさ。中国人と日本人の見分け方なら簡単だよ。ただ道にお金を置いておくだけでいい。誰か落とした人はいませんか？と、落とした人の心配をするのが日本人で、黙ってポケットに入れるのが中国人さ。いかがでしたか？イブリンが企画したこの特集はかなり話題になったそうですが、ほとんどの意見が彼女に共感し、日本人を称賛するものだったようです。人口の多い大国である中国と小さな島国である日本、両者を比べるとたくさんの違いがありますが、その中でも一番異なるのはその国民性だと言えるかもしれませんね。今後も我々は他者を思いやる心を忘れずに、世界に誇れる日本人でありたいものです。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。反日韓国人が初めて日本食を食べる様子がテレビで放映され、全米が爆笑しました。今や世界中で大人気となっている日本食。各国に日本食のレストランが存在し、日本の食材を売るスーパーも増加傾向にあります。そんな日本食を愛するアメリカ人の一人であるテレビスタッフが、日本食の魅力を広めようととある番組を撮影しました。それは日本をバカにしている韓国人に日本食を食べてもらい、日本を好きになってもらうという内容でした。日本の天ぷらを韓国のティギムのパクリだと主張する韓国人男性。しかし、初めて天ぷらを食べた瞬間、彼は予想外の反応を示したのです。反日感情の根強い韓国人に、日本食を美味しいと言わせることはできたのでしょうか。そしてアメリカ人を爆笑させたそのリアクションとは、どのようなものだったのでしょう。今回は、日本食は韓国料理のパクリと豪語する韓国人の末路を、海外の反応を交えてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。日本食の魅力を伝えたい、あるテレビ番組の驚きの企画とは。国境を越え、さまざまな国で愛されている日本食。アメリカのとあるテレビ局で働く男性トーマスもまた日本食のファンでした。彼は日本食の魅力をより広めるために、とある番組の企画を思いつきます。今回は彼が番組を制作する中で体験したとあるエピソードを紹介していきます。こんにちは、私の名前はトーマスです。オハイオ州にあるテレビ番組制作会社で働いています。と言っても、私が関わっている番組は世界中を旅するロケ番組なので、会社にいることはほとんどないのですが、番組の内容は世界の名物料理を現地で食べレポートするというもの。自分で言うのもなんですが、それだけの内容ではなかなか視聴者を引きつけることができません。番組の視聴率は下がるばかり。私たちはもっと番組を盛り上げるために必死にテコ入れを考える必要がありました。そして私はある日、次のロケの行き先が韓国であり、その次が日本であるということを知り、とある明暗をひらめいたのです。韓国には反日教育を受け、日本が嫌いになった韓国人が多くいると聞いている。彼らを日本に連れて行って日本食を食べて好きになってもらうというのはどうだろう。私が興奮してテレビクルーたちに提案すると、彼らの反応は賛否両論でした。それは面白そうだ、とても刺激的な番組が撮影できそうだよ。嫌いな国の料理を食べて素直に美味しいと言えるのか。本場の日本食を食べたことがないのか。たとえ日本をバカにしている韓国人でも絶対美味しいというに決まっているよ。議論の結果、私の提案は採用され、次の行き先である韓国で日本に同行する協力者を探すことになりました。韓国に着いた我々はひとまず韓国の名物料理を食べに行くことにしました。
今回のテーマは韓国の屋台グルメ。私たちはソウル最大級の市場、カンジャンシジャンへとやってきました。市場にはドーナツやチヂミ、キンパプなど様々な屋台グルメが売られています。どれを食べようか迷っていると通りかかった韓国人男性が英語で話しかけてきました。カンジャンシジャンは初めて？それならあそこの屋台のピンデットは絶対食べた方がいいよ。それから僕のおすすめはユッケ。あっちに行くとユッケ通りがあるから美味しいユッケの店がたくさんあるよ。男性の英語は流暢で、カンジャンシジャンにも詳しい様子でした。ユッケという肉料理に興味があった私は、男性に案内を頼み、ユッケ通りまで案内してもらうことにしました。パク・イエソンと名乗ったこの男性は、相当なグルメ通のようです。趣味で屋台やレストランのレビューをブログに上げているらしく、その知識量はかなりのものでした。ユッケ通りまでの道すがらも、様々な屋台について解説をしてくれました。番組作りに最適な人に巡り会えたことを幸運に思いましたが、彼の話を聞いているうちに私はあることに気づいたのです。日本食はパクリばかり、反日韓国人の主張。あそこの屋台で売っているのはキンパプ。よく失礼な外国人が日本の巻き寿司に似ているって言うんだけど、そもそも寿司は第二次世界大戦時、日本が韓国を植民地支配した時に持ち帰った文化だから、寿司の起源は韓国なんだ。キンパプに入っているたくあんだって韓国が起源なんだから間違いないよ。イエソンは韓国グルメにとても詳しく、我々は有益な情報をたくさん知ることができて助かりました。ユッケを食べ終わったらデザートにピンスを食べに行くのはどう？日本のかき氷と似ているけど、あんなガリガリした雑な氷じゃない。韓国のピンスはパウダースノーのように繊細で、見た目も華やかなんだよ。ですが話の節々に日本への対抗心というか、日本をバカにした態度がにじみ出ているのを感じました。もしかしてイエソンは私たちが探し求めている人物像にぴったりなのではないか。彼と行動を共にするうち、そんな期待感が高まってきました。いつ番組企画の提案を切り出そうかと思案していると、番組スタッフの一人がこう叫んだのです。あれ、これは日本の天ぷらじゃないか？それを聞いてイエソンの目はつり上がっていきました。おい、日本の食べ物がここにあるわけないだろう。これはティギムという韓国の揚げ物料理だ。ムキになったイエソンは、屋台でティギムを買ってくると食ってみろと言います。見た目は天ぷらにそっくりなティギムですが、何より違うのは衣でした。ティギムの衣は分厚くしっとりしていて、醤油にネギやごま油を混ぜたつゆや、赤くて甘辛いタレにつけて食べるのです。日本の天ぷらのサクサクの衣と天つゆの組み合わせが好きだった私は、思わず、日本の天ぷらの方が素材の味が生かされてて美味しいな、とつぶやいてしまったので大変です。イエソンの怒りが頂点に達してしまいました。なんだと？ティギムより日本の天ぷらの方が美味しいっていうのか？失言をしてしまったことを一瞬後悔しましたが、私はとっさにこの機会を利用することにしました。はい、日本の天ぷらの方が素材の味を楽しめてより美味しいですよ。そんなに意地になるなら、我々と一緒に日本へ行って食べてみては？私の挑発ともいえる発言に、イエソンはみるみる顔を赤くし、そこまで言うなら食べに行ってやる、と自分から申し出たのです。私は内心ガッツポーズをしました。初めて天ぷらを食べた韓国人のリアクションに全米が大爆笑。翌日、私たち番組スタッフとイエソンは早速日本へと出発しました。今回の日本ロケのテーマは下町商店街。目当ての天ぷら屋に到着すると、人気店らしく長蛇の列ができていました。イエソンは列に並んでいる間も、日本の市場はこんなに地味で閑散としてるのか、こんなところに美味しい店があるとは思えないな、と相変わらず日本をバカにした態度をとっています。彼が日本語を喋れないため、話の内容は客たちに伝わっていませんが、失礼なことをしでかさないかと
私たちはヒヤヒヤしていました。しばらくして我々の番になり、ようやく座敷席へと通されました。メニューを開くと、天ぷらの他にもそばやうどんなど私の好物が並んでおり、思わず笑顔になってしまいます。しかし隣のイエソンはとても不機嫌な顔をしていました。おい、早く天ぷらとやらを頼んでくれ。どうまずかったか、僕のグルメブログにレビューを書いてやるんだから。イエソンにせかされたので、とりあえずお店の看板メニューである天ぷら定食を、私、カメラマン、イエソンの3人分注文しました。しばらくして運ばれてきた天ぷら定食を見て、イエソンは大げさに驚いてみせます。おいおい、ティギムのパクリじゃないか。日本は何でも韓国の文化を盗んでいくんだから、全く腹立たしい。いろいろ言いたいことはありますが、私はぐっと耐えてイエソンに食べてみるよう勧めました。貧相な揚げ物だな。こんな薄い色のタレで味がつくのか。衣も薄くて食べ応えがなさそうだ。文句を言いつつ、イエソンが天ぷらを口に運びます。私とカメラマンはその表情をアップで撮影しながら見守りました。すると食べた瞬間、イエソンの顔がみるみる変わっていったのです。なんだこれは、ティギムと全然違うじゃないか。なんて美味しいんだ。先ほどまでのふてぶてしい態度はどこへやら。イエソンはその後は物も言わずに天ぷらを食べ続けました。その表情も次第に和やかになっていき、完食する頃には満足げな笑みを浮かべていました。そしてこう言ったのです。衣が薄くてさっぱりしている分、エビや野菜そのものの食感が伝わってくるね。天つゆは主張しすぎず、素材の味を楽しめる。しまった、塩をつける食べ方もあるのか。トーマス、おかわりを頼んでもいいかい。このかき揚げというものも食べてみたい。あれだけ日本食をバカにしていたイエソンがこんなに変わってしまうとは。我々はあまりの彼の豹変ぶりに思わず笑い出してしまいました。天ぷらをきっかけに日本文化に興味が湧いたらしいイエソンは、その後もさまざまな観光スポットを巡り、来た時とは別人のようになって帰っていきました。そして彼の協力によって完成した番組は放映されると人気を博し、私も会社のボスからお褒めの言葉をいただきました。テレビ局には、日本の天ぷらを食べてみたい、イエソンの変貌ぶりに笑ってしまった、というコメントがたくさん寄せられたそうです。日本食が美味しいのはもちろんですが、それを視聴者に伝えることができたのはイエソンのおかげです。これからは反日感情にこだわることなく、たくさんの美味しい日本食を彼にも食べてもらいたいと願っています。天ぷら寿司の韓国起源説を完全論破。日本嫌いの韓国人の心をも開かせてしまった天ぷら、その魅力が世界に広がったのはとても嬉しいことですね。エピソードの中でイエソンが天ぷらはティギムのパクリと主張していましたが、これは明確に間違いです。日本の天ぷらの起源は1568年から1600年の安土桃山時代にポルトガル人が伝えた長崎天ぷらです。当時の長崎天ぷらはフリッターに近く、小麦粉、卵、酒、砂糖、塩を混ぜて作る衣にも味がついたものでした。しかしこの頃の日本では油は高級品、油を大量に使う天ぷらは上流階級の食べ物でした。その後江戸時代になると油の生産量が増え、庶民たちも天ぷらを食べることができるようになっていったのです。江戸の町で主流となった江戸天ぷらは、江戸っ子たちの好みに合わせて衣も味も薄くし、天つゆをかけて食べるスタイルを確立していきました。庶民の屋台料理として広がっていった天ぷらですが、江戸時代の終わりから明治にかけて専門店や料亭で出されるようになり、再び高級料理として知られるようになります。また江戸で流行していた天ぷらが日本全国に広まっていったのは、1923年に起きた関東大震災がきっかけなのだとか。震災で住むところをなくした人たちが日本各地に移住し、江戸天ぷらの文化もまた広がっていったのです。
つまり天ぷらはポルトガルから伝わった後、日本人の好みや風土に合わせて長い歴史の中で独自に進化を遂げた食べ物なのです。決して韓国から伝わったものではありません。また寿司はキンパプのパクリという主張ももちろん間違っています。韓国と日本の行き来が盛んになり始めた19世紀末、韓国でも日本の海苔巻きが食べられるようになりました。海苔巻きは韓国人の好みに合わせてごま油を使うなどのアレンジがされましたが、当時は韓国でもキンパプではなく海苔巻きという名称で食べられていました。ところが1990年代になると韓国の政府機関が海苔巻きではなくキンパプと言い換えるようにというお触れを出します。そして今ではキンパプという呼び名が定着し、元は日本の海苔巻きだったという歴史は消されてしまったのです。さらに一部ではキンパプは三国時代が起源であるという説を持ち出す者もいるようです。三国時代とは4世紀から7世紀頃、朝鮮半島に高句麗、百済、新羅の三国が建立した時代を指します。しかし三国時代起源説の根拠となる文献は、三国維持において楊王という男が海の藻を採取する描写のみです。仮にこの藻が海苔だったとしても、それだけでキンパプの起源を主張するのは苦しいものがあります。海外の反応、日本嫌いのイエソンすら虜にしてしまう日本食、そのファンはもちろん世界中に存在しています。寄せられたコメントの一部を紹介していきましょう。天ぷらは私も大好きよ。私のよく行く日本食レストランでも天ぷらは人気メニュー。日本から取り寄せた季節の野菜を揚げたてで食べられるのよ。でも私が一番気に入ってるのはエビの天ぷら。プリプリとサクサクの食感が同時に楽しめてたまらなく美味しいの。いつか日本に行って本場の天ぷらが食べてみたいわ。鶏の天ぷらもあるらしいけど、フライドチキンとは違うのかしら。フライドチキンは衣にハーブや香辛料などで味をつけた食べ物だから、天つゆで食べる天ぷらとは違うね。似たような食べ物に唐揚げという鶏の揚げ物もあって、僕はこっちの方がジューシーで好きだな。唐揚げは中国から伝わったものだけど、鶏に醤油や生姜などの下味をつけて揚げるのは、日本独自の調理法なんだ。だから由来は中国でも唐揚げは日本食だね。私は寿司が大好き。特にサーモンとマグロが好きよ。私の住んでいるフランスにもファーストフード店と変わらないくらいたくさんの寿司レストランがあるの。それだけみんなから愛されているってこと。冷めても美味しいからテイクアウトが人気だけど、お店で握ってもらう新鮮なお寿司は別格ね。高級だから特別な日のディナーとして食べに行くことが多いわ。俺は日本食は苦手だな。どうして何でも生で食べたがるんだ。生卵を食べるなんて日本人くらいだろ。食中毒になりそうで気持ち悪いよ。日本の衛生管理は世界一だからな。日本で生卵を食べてもお腹を壊すなんてことはありえないよ。もし君が日本に行くことがあったら、騙されたと思って溶き卵ですき焼きを食べてみてくれ。ただでさえ美味しいすき焼きが卵と合わさることでまろやかになって、ああすき焼きが食べたくなってきた。今日は日本食スーパーですき焼き用のスライス肉を買ってくるとしよう。いかがでしたか？天ぷらや寿司をはじめとして多種多様なメニューが存在する日本食。反日感情から食べ物まで毛嫌いするのはとてももったいないですよね。起源や由来にかかわらず、その土地独自の進化を遂げた食べ物はとてもユニークで奥深い歴史を持っています。日本食の美味しさ、そして正しい歴史がこれからも世界に広まっていくといいですね。それでは今回の動画はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。街で迷惑行為を働く韓国人観光客、彼らに対する日本の警察官の行動に世界中から称賛が送られています。外交面ではしばしば反日感情が強調される韓国ですが、アンケート調査によると、実は韓国人にとって
最も訪れたい国は2年連続で日本が第1位となっているそうです。しかしそんな韓国人観光客のマナーの悪さは世界でもトップレベル。日本の景観なんて役立たずだろう。とある韓国人の若者たちが旅行で日本を訪れ、街中で好き勝手に騒ぎ始めました。さらにその韓国人グループは信じられないことに日本の警察官を見下すような行動を取り始めたのです。ですが彼らはすぐに自分たちの行いを後悔することになりました。一体彼らに何が起こったのでしょうか。今回はある韓国人旅行客と日本の警察官との間で起こった衝撃的なエピソードと、それに対する海外の反応をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。炎天下のティッシュ配り中に起きた僕の人生を変えた出来事。これは日本人の僕が大学生の頃に経験した話です。僕は高校2年の夏休みに街でティッシュ配りのバイトをしていました。そのバイトの最中に僕はとても衝撃的な出来事を体験し、この体験が僕の人生を大きく左右することになったのです。今日はその話を紹介させていただきます。夏のティッシュ配りは炎天下ということもあって想像以上に大変でした。一応僕は帽子もかぶっており、自由に水分補給をすることもできたので熱中症にはならなかったものの、この仕事が大変なことに変わりはありません。そのバイトは自分に与えられたノルマの量を配り終えれば終了時刻の前でも帰れるような仕組みだったので、早く帰りたかった僕は死に物狂いでティッシュを配っていました。もちろん受け取ってくれる人もいれば拒否する人もいます。そのことには当然納得していました。僕は何度も断られながら少しずつ自分に与えられた量のティッシュを配り続けました。そんな中、とある男女のグループが通りかかりました。20代くらいでしょうか。僕より少し年上の若者の集団です。僕は急いでいたこともあってあまり相手を確認せず、そのグループにも同様にティッシュを差し出しました。するとその中の一人が差し出した僕の手をティッシュごと払いのけたのです。そしてものすごい目つきで睨んできたかと思えば、強い口調でよくわからない言葉を浴びせられました。この時点で初めて僕は彼らが日本人ではないことに気づいたのです。言葉からして韓国人かな。そんなにきつい目で睨まなくてもいいのに。僕は心の中でそう思いながら別の人にティッシュを配り始めました。しかし彼らは僕の前を通り過ぎてからも振り返ってこちらを見ては何やら笑っている様子が感じられました。嫌な感じだな。そう思いながらもなるべく気にしないようにして僕はティッシュを配り続けました。彼らの姿はすぐに見えなくなったので安心していましたが、10分ほど時間が経つとなぜか再び彼らは僕の前に現れました。なるべく関わりたくないと思ったので目を合わせないようにしていましたが、どういうわけかその韓国人グループは僕のすぐ目の前の歩道に座り始めました。その歩道は比較的幅が広く取られていたものの、そんなところに座り込む人は見たことがありません。案の定一列にならないと人が通れないほどの狭さになってしまい、通行人は迷惑そうにそこを通っていました。彼らはそれに気づいているのかいないのか、その場を我が物顔で占領し、コンビニで買ったと思われるお菓子や惣菜、飲み物を取り出してくつろぎ始めました。幸い彼らは僕に用事があるわけではないようで、こちらを見たり危害を加えてくることはありませんでした。とはいえものすごく居心地が悪かったので、僕はそれまで以上に早くティッシュ配りを終わらせようと頑張りました。夏の歩道で起きた韓国人の恐ろしい行動。彼らの方は見ないようにしよう、僕はそう思っていましたが、あまりの行儀の悪さにどうしても気になってしまいます。そうこうしていると彼らは何かスピーカーのようなものを取り出し、爆音で音楽をかけ始めました。それはクラブミュージックのような雰囲気で、重低音が響き、近くにいる僕の耳がジンジンするほどでした。
周りの人もとても迷惑そうな顔をしていましたが、彼らはそれすらも優越感に感じているかのように、今度は楽しそうに踊り始めたのです。しかし、ここはクラブでもバーでもなければ、ましてや公園でもありません。通行人が歩くためのただの歩道なのです。韓国ではこれが普通で、もしかしたら彼らには悪気がないのかもしれない。僕はあまりの出来事に戸惑い、最初はそのように思いましたが、その後の彼らの行いを見ると、すぐにそうではないということが分かりました。彼らにはやはり明確な悪意があるのです。お菓子やアイスキャンディーを食べるのは100歩譲って許せたとしても、問題なのはそのゴミの処理があまりにもひどいということです。彼らは丸めたゴミを誰が遠くまで飛ばせるかを競うように、人ゴミや車道に向かって投げつけていました。時には通行人に当たったりして迷惑そうにしている人も見られます。韓国人旅行客のマナーの悪さについては、僕もよくニュースなどで耳にしていました。韓国リサーチが実施した世論調査の結果によると、海外旅行先での韓国人のマナーに対する評価は5点満点中 2.75 点とかなりの低評価であることが発覚しているそうです。中でも自国民の間で特に恥ずかしい行動として指摘されたのは、公共の場で騒がしくするということです。まさに僕の目の前にいる彼らのような人々のことを指しているようです。他にもこの調査では、韓国人旅行客の恥ずかしい行動として、現地の人や文化を見下すような態度をとったり、順番を守らず身勝手な行動をとることなどが指摘されていました。こういった韓国人旅行客の迷惑行動に対して、観光業界の関係者がこう言っていたことを覚えています。韓国人の海外旅行時のマナーは以前に比べて改善しているが、未だに恥ずかしい行動をとる人がいる。彼らにはきちんとしたマナー教育が必要だ。そしてこれは後で調べて分かったことですが、そんな韓国人へのアンケート調査で、旅行先として行きたい国にはベトナムやタイ、米国などの人気国を抑え、日本がダントツで1位に選ばれているのだそうです。そしてその旅行についての満足度も5段階評価のうち 4.11 点とかなりの高評価を得ているようです。しかし、自分たちが満足するのはいいのですが、このようなマナーを実際見せつけられると、とても韓国人に日本に来てほしいとは思えません。確かに彼らには公共のマナーについての教育が必要だと感じました。ですが、僕の目の前で好き放題騒いでいる韓国人グループは、見るからに柄が悪そうな人たちでした。そのため通りかかる人々は皆、関わりたくないと言わんばかりに素通りしていきます。僕も同じ考えだから、その気持ちはすごく理解できましたし、実際誰一人注意しようとする人はいませんでした。だけど彼らの悪行はそれだけでは済まない様子でした。彼らは自分たちの前を通る日本人たちを指さして、全員で凝視し大笑いしているのです。言葉は韓国語なので、その内容までは分かりませんが、とても感じが悪く、日本人をバカにしていることは間違いありませんでした。そしてそれだけでも十分嫌な気持ちになるのに、時々通行人の前に出ては大きな声を出し、驚く人々を指さしてまた大笑いするのです。このようなことをされていい気分がする人なんていないでしょうし、次に何をするかわからない彼らの行動はとても恐ろしいものでした。街を揺るがす騒動に勇気ある一人が引き起こした夏の事件簿。次第にあたりには怖い人たちがいるという噂が広まったのか、いつも人であふれ返っているこの道の人通りは明らかに減り、僕のティッシュ配りまではかどらなくなってしまいました。バイト先に事情を説明して、ティッシュ配りの場所を変えたいとお願いするしかないかな。僕がそのように考えていると、ある日本人男性が彼らに話しかけました。君たちそこで何をしているんだ。堂々とした口調で話しかけていたのは、なんと日本の警察官でした。近隣住民から通報でもあったのか、一人の警察官が彼らの素行の悪さを注意しにやってきたのです。ここは公共の場だ。今すぐに立ち去りなさい。
僕は警察の姿を見てこの時ほどほっとしたことはありません。一切臆する様子を見せず、柄の悪い外国人たちに堂々と注意する警察官に対し、尊敬のような感情が生まれたことも覚えています。しかしその韓国人グループは日本語が理解できないようでした。それでも制服を見て、やってきた男性が警察官であることは分かったようでした。ですがそれでも彼らは全く意に介さず、そこを動こうとはしません。そして何やら韓国語で反論を始めたのです。それだけではなく、日本の警察官なんて怖くないとでも言うように、その警察官をバカにしているかのように挑発している様子も見られました。グループの中の一人がその警察官を蹴るようなふりをして見せたり、わざとおどけた様子を見せたりしているのです。そして全員でそれを見て大笑いしていました。異様な光景にその場は騒然としていました。人通りが減ってきていたとはいえ、通りかかった人は皆、何があったんだという顔で振り返っています。さすがに僕もティッシュ配りをやめて、ついそちらに目が釘付けになっていました。その警察官は一切ひるむことなく堂々としていましたが、会話が一向に成立せず、拉致が開かないと思ったのか、警察官は手のひらを顔の前に出して、待てというようなジェスチャーをしました。そして手錠を取り出し彼らに見せたのです。これがわかるか、これ以上住民に危害を加えるのなら罪に問われることになる、署まで一緒に来てもらおうか。その声は毅然としていました。韓国人たちはそれを見て一瞬動揺したような様子を見せましたが、逆にそれが彼らの神経を逆なでしたようです。別の男がもう一人立ち上がり、警察官に接近しました。そしてなんと胸ぐらをつかみ出したのです。他の韓国人たちも手錠を見てもなお依然としてバカにしたような視線を向けています。助けを呼んだ方がいいだろうか。いくら警察とはいえ相手は複数人です。まさに一触即発といった様子で、彼らがその警察官に何をするか分かりませんでした。一瞬助けを求めに行くべきかとも考えました。しかし僕は恐怖のあまり足がすくみ、身動きが取れなくなっていたのです。ですが次の瞬間、僕は思いがけない光景を目の当たりにすることになりました。その警察官が胸ぐらをつかんだ男性を背負い投げしたのです。それはあっという間の出来事でした。そしてその韓国人男性はいとも簡単に取り押さえられてしまいました。男性は警察官に地面に押さえつけられて痛そうにもだえています。周りの仲間たちは韓国語で何事かわめいていましたが、恐れをなして近づくことができないようでした。さらにちょうどその時、もう一人の警官がやってきました。どうやら少し遅れて向かってきていたようです。すると事の重大さに気がついたのか、韓国人グループの態度は急変し、深々とお辞儀をして平謝りしだしました。その様子はさっきまでの偉そうな態度とはまるで別人のようです。周りの通行人は簡単に韓国人男性を取り押さえてしまった警察官を見て安心した表情を見せたり、中には日本の警察官を誇らしげに思うような表情でその場を後にする者もいました。ずっと見ていた僕は態度を急変させた韓国人を滑稽に思うと同時に、日本の警察官の頼もしい姿を見てとても胸が熱くなり興奮を覚えました。結局彼らは任意同行という形で警察に連れて行かれることになったようです。さっきまで我が物顔で楽しそうにしていた彼らは、心なしか背中を丸めて静かに警察官についていったのでした。その後だんだんと人の流れが戻ってきたので、僕は早めにティッシュ配りを終えることができました。あんな怖い人たちをまた間近で見たいとは思わないけど、日本の警察官による反撃はとても気持ちのいいものでした。そう考えると、いいものを見させてもらったなという気持ちと、ずっと見ていたのに何もできなかった自分がなんだか情けなくも感じてきました。この時から僕はあの警察官を見習って、一
人のためになる行動ができたらいいなと思うようになりました。そしてあれ以来、警察官に憧れた僕はなんと警察学校に通い始めることにしたのです。スタートは少し遅くなってしまいましたが、あの一件から数年が経ち、現在は晴れて警察官として交番で働いています。毎日が平和に過ぎていて、今のところ幸い大きな事件に関わったことはありません。だけどいつでも勇気を持って住民を助けるという気持ちは大切にしています。あの警官がどこの署の人だったかはわからないので、再会はまだ果たせていません。だけどいつか会うことができたら、目標を与えてもらったことへの感謝の気持ちを伝えたいと強く願っています。海外の反応。この話題について海外のネットユーザーからたくさんのコメントが届いていますので、その一部をご紹介します。日本は世界で最も治安のいい国だけど、それは日本の警察が優秀だからなのかもね。彼らは賄賂を一切受け取らないって聞いたことがあるよ。僕の国では警察官が様々な汚職に手を染めているから、とても信じられない。地域住民に寄り添ってくれる日本の警察がとても羨ましく感じるよ。この警察官の男性はまるでスーパーヒーローだわ。治安維持にかけて日本警察は世界一ね。それに彼らは過度な力を行使しないところも素敵だと思うわ。アメリカならすぐに発砲してたかもしれないしね。一度日本旅行に行った時、僕は道に迷って交番を利用したことがあるんだけど、その時の日本の警察はとても礼儀正しくて親切だった。親身になって僕の下手な日本語を理解しようと努めてくれたんだ。それにわざわざ調べて、日本を楽しんでって英語で言ってくれたんだよ。韓国人だってこんな連中ばかりじゃないさ。というか日本人にもマナーを守れない人はいるだろう。警察だって絶対に韓国の方が優れてる。なんといっても韓国人は兵役を経験してるんだからね。確か日本の交番制度って様々な国で参考にされてるんだよね。海外の警察が日本の警察官からいろいろ学んだら、スラム街の犯罪率が減少したらしいよ。何でもその一番の理由は、警察が街の人に寄り添って親身になることだったそうだ。日本の警察は市民を守り奉仕するために存在するんだね。いかがでしたか？日本の警察は海外でも高い評価を受けているようです。このようなエピソードを聞くと、改めて日本の警察の頼もしさを感じますね。一方、海外旅行先として日本が韓国からの人気を集めていることを意外に感じた人も多いのではないでしょうか。人の振り見て我が振り直せという言葉がありますが、私たちも海外旅行時にはマナーをしっかり守りたいですね。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。世界中の若者が議論を交わす人気番組で、日本を軽視していた中国の学生がアメリカの学生に提示されたある事実によって場の空気が一変し、完全に論破される出来事が発生しました。中国による他国への海洋進出、長期化するロシアのウクライナ侵攻など、現在世界にはたくさんの問題があります。それは日本も例外ではなく、北朝鮮による核ミサイル開発をはじめ、安全保障環境は悪化の一途をたどっています。岸田政権は防衛力の抜本的強化に乗り出す方針だということで、日本は今戦後防衛政策の大きな転換点を迎えているのです。そんな中、海外の人気番組の一つに世界中の若者が集まって討論をするというものがあり、日本の防衛力が話題に上がりました。ではその番組の中で中国人学生は何を語り、アメリカ人女学生からどういった事実を伝えられたのでしょうか。今回は世界が注目したその討論会の詳細と、それに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。自国を誇る中国人学生とアメリカ人女学生の反論。この番組は毎週様々なテーマで討論が行われていましたが、その中に政治や軍事力に関するものがありました。
各国代表の優秀な学生たちはお互いの国を尊重しながらも活発な意見を交わしていきました。すると突然、中国人学生がこのようなことを語ったのです。中国は世界2位の軍事力を誇るロシアに肉薄するほどの軍事力を持っています。特に中国海軍は急速に戦力の拡大や近代化を進めています。海軍力だけで言うと、今は中国はアメリカに次ぐ世界2位の規模を誇っているのです。それに現在中国には一帯一路構想というものがあります。これは中国経済をさらに発展させるという目的や、発展途上国を助けるものです。道路や港湾、発電所、通信などのインフラを整備することで、中国は発展途上国の近代化と経済発展を促しているのです。だけど、同じアジアである日本の軍事力ランキングは7位。高度な技術があると言っても、中国よりは下です。実際に、中国は2023年4月の時点で、7億6100万人以上の軍事力を有し、駆逐艦50隻、潜水艦78隻、その他多くの軍事資産も保有しています。テーマが複雑なだけに慎重に討論していた学生たちは、中国人学生の急な日本批判と自国自慢とも捉えられる発言に黙ってしまいました。そんな中、一人のアメリカ人女学生が口を開きました。あなたはそんな話を信じているのですか？中国が一帯一路を目指す理由は、アメリカとの緊張状態が高まった時のための自衛策でしょう。確かに中国の軍事力は強大です。でもいざ戦争になったらどうなると思いますか？2023年4月時点で駆逐艦92隻、空母11隻、航空機13,300機、攻撃ヘリ998機を保有し、航空機体の規模や軍艦数、輸送艦隊の戦力など多くの分野で軍事力ランキング1位を獲得しているアメリカ代表の発言に、スタジオは一気に盛り上がりを見せます。中国の国外基地はアフリカのジブチにある中国人民解放軍保障基地のみ。それに対してアメリカは180以上の国で軍事展開していて、管轄する軍事基地だけでも40を超えています。またアメリカは NATO に加盟している上に、日本や韓国、オーストラリアとも軍事同盟を結んでいます。その一方で、中国が正式に軍事同盟を締結しているのは北朝鮮、パキスタン、イランなどです。アフリカの一部地域やカンボジア、ラオスといった国にも影響が及んでいるのは確かですが、中国の進出を認めている国は返済しきれないほどの債務を背負わされているのです。また政府高官がチャイナマネーによってうまく丸め込まれたからということが考えられます。そしてはっきり、アメリカ人女学生は、中国は戦力外なのです、つまりアメリカは戦争を始めなくても周辺の同盟国と協力して中国を包囲するだけで有利にことを運べるということです、とコメントしました。しかしその言葉を言い終わる前に、さらに中国人学生がまくし立てます。だからこそ中国はすでに世界最大の海軍を持っていても、航空母艦の建造や潜水艦隊の充実に力を入れて軍備拡大を続けているんですよ。それに対してアメリカ人女学生は冷静に中国の行動の矛盾点について指摘します。中国はアメリカの空母打撃群を恐れて、空母キラーといわれる対艦ミサイルシステムを配備しました。しかしもし同じものを韓国や台湾、日本、フィリピンなどが配備した場合、中国の空母である遼寧や山東が東シナ海に出ることはできないのです。その時のために原子力潜水艦があるのですが、実は中国の潜水艦は敵艦に魚雷を命中させたことがありません。このことを聞いた中国人学生は、先ほどまでの威勢はなくなり驚いた表情をしていました。そしてアメリカ人女学生は、日本と中国の軍事力について比較できるエピソードを詳しく話し始めました。日本と中国の軍事力の比較がわかるエピソード。中国に引き換え、日本は世界が驚くほどの高い潜水技術を持っています、と言い、2004年に起きた阪急原子力潜水艦領海侵犯事件を例に挙げました。2004年10月、中国の潜水艦は機密命令を受けて青島基地から出航しました。グアム周辺から沖縄近海で情報収集するような動きを見せます。海中深くに身を潜めて、予測不可能な場所から強烈な一撃を食らわす潜水艦は、敵国にとっては脅威でしかありません。しかし
それは完全に気配を消せることが前提です。ところが阪急原子力潜水艦は陸上の原子力発電で通常運用していた原子炉をそのまま潜水艦に乗せているのです。一般的な潜水艦が100デシベルを目標に設計されているのに対し、これは170デシベルもあり、頭のすぐそばで鐘を叩いているようだと乗組員が言うほどの騒音だったといいます。そこで騒音対策のために全長を約8メートル大きくし、船内に響き渡る騒音は軽減されました。ですが重要なのは人間の耳に聞こえる音だけではありません。潜水艦が一番注意すべきなのは海水中を伝播する音波なのです。その改善ができていなかった阪急潜水艦は青島を出た瞬間からアメリカ軍に探知されてしまいます。さらに日本の自衛隊や台湾海軍からも追跡監視されてしまいました。海上自衛隊の P3C 哨戒機は領海に侵入した潜水艦に対してパッシブソノブイを投下しました。ソナーの音を頼りに追跡を開始し、そのデータは護衛艦のクラマと夕立に送られ、領艦から潜水艦に対して警告が発せられる事態になりました。当然日本政府は中国政府に船舶問い合わせを行います。ですが中国はこの件について一切回答せず、この潜水艦は国籍不明艦として扱われることになってしまったのです。結局上海の領海に侵入するまで追跡劇は繰り広げられ、収集したデータから中国の阪急潜水艦ということが判明。日本政府は中国の特命全権大使を外務省に呼び出し正式に抗議しました。それでも中国は抗議は受け入れがたいという返事をしました。当時特に阪急潜水艦は攻撃されませんでしたが、領海侵犯の警告に逆らっているので撃沈されても仕方ない状況だったのです。中国は命がけで任務を遂行しようとしている自国の兵士を簡単に見捨ててしまうということを世界に表した事件でした。現在中国が太平洋へ秘密裏に潜水艦を派遣しようとした場合、哨戒範囲の広さが原因でどうしても警戒が手薄な宮古島から沖縄にかけての動線に限られてしまいます。だから中国は今になって沖縄の主権は日本にないと主張し始め、沖縄県知事を国賓並みに優遇して日本から引き離そうと躍起になっているのです。アメリカ女子学生の話を聞いても中国人学生は反論しようとします。それでも中国海軍は高い練度と安全性を持っています。しかしこれについても反論されてしまいました。中国の安全性と日本の軍事力の優秀さ、安全性というのは何を見て判断すればいいんですか？中国は隠蔽体質で大事故が発生して多数の犠牲者が出たとしても平気で隠しますよねとアメリカ人女学生は語り、実際にあった事件を例に挙げました。2004年航海で潜水艦が事故を起こして70名の乗組員が亡くなりました。その時も中国政府からの正式な発表はなく、地元の漁船が事故で分離した潜望鏡を偶然発見したのがきっかけで公に知られたのです。またその原因についても機械の故障とだけ公表され、詳細については一切明かされませんでした。さらに2011年には大連に停泊中の原子力潜水艦から放射能が漏れ出したという疑惑が報じられました。当局からはそのような事実はないと報道があっただけで、詳しい調査結果が報じられることはありませんでした。そしてこれらの原子力潜水艦の乗組員のために放射能汚染障害専門病院まで作られることになったのです。水圧と無酸素の極限状態の中、作戦を強いられるだけでも大変な状況で、被爆の危険まであるというのは乗組員に同情せざるを得ません。現在中国で就航している最新の原子力潜水艦は094型です。しかし静粛性などの問題については未解決のままで、アメリカ海軍が以前追跡はたやすいと発表しているほどなのです。また2015年に中国のミサイル駆逐艦とミサイル護衛艦が宮古海峡を通過し、太平洋で射撃訓練を行っていたことがあります。中国艦船は18日間にもわたって海上自衛隊の操流型潜水艦に追跡されていたことに気がつかなかったのです。これに似た話は過去にもあり、2014年には西太平洋で射撃訓練をしていた中国の沿海船尾パトロール艦隊も
長い間双流型潜水艦に監視されていた上、潜望鏡によって写真まで撮られてしまっていました。ここまで話してやっと中国人学生は黙り込んで真剣に話に耳を傾けていました。そしてアメリカ人女子学生は中国の比較として日本の潜水艦を例に挙げてこのように語りました。日本の双流型潜水艦は中国とは違って多くの部分が謎に包まれています。ですが液体酸素を燃料補助剤とすることで高い静音と長期間にわたる連続潜航を実現しているのは結構有名な話なんですよ。一説によると双流型潜水艦の駆動音は95デシベル程度、一般的に100デシベルを下回れば海上からのソナーによる探知はほぼ不可能と言われていることから海の忍者とも言われているんです。しかも双流型潜水艦は20日間もの連続潜航ができるらしいので、ほとんどの作戦に対応可能だといいます。たびたび合同訓練を行っている同盟国のアメリカは日本の潜水艦をかなり高く評価しています。中国は確かに軍事力ランキングでは日本より上の3位です。ですがそれは数が多いだけの話で、質で言うと日本の方がはるかに上だと言えます。中国が海上を突破して太平洋へ出るには相当なリスクが伴うということを覚えておいてください。アメリカ人女子学生がこう言い終わると番組内では拍手が巻き起こりました。中国人学生も何も言い返すことはなく、彼女の発言と日本の軍事力を認め、両者は握手をして、いい討論でした。今日、あなたと話せて本当に良かったです。とお互いを褒めたたえたのです。このことは、番組の視聴者が SNS 上に動画を投稿したことで瞬く間に世界に広がり、日本の軍事力と彼女の徹底した情報収集能力に、数多くの称賛が寄せられました。いかがでしたか？日本の自衛隊は他の国の軍隊とは異なり、あくまで自衛するための組織で自ら先制攻撃することはありません。しかしいざという時のために国民をしっかり守れるよう使命感を強く持って訓練に取り組んでいるのです。もちろん日本が戦争に巻き込まれないことが一番ですが、日本の自衛隊が抑止力となって戦争を防いでいるのであれば、今後も自衛隊には高い水準を保っていってほしいですね。それでは今回の動画はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。